スーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。ちょっとだけ考えるコース。あ、ツイッターの方で、いただいた ID でございます。ありがとうございます。考えて走るんだね。土管の中に入るとこのエリアに来るのか。やってみましょう。誰？まあ下入って P スイッチを押してここに帰ってくるが正解だよね。あった、持ってきねえんだよな。でもな、だから急がないと。はぁ、あ、はぁ、あ、コイン取っちゃダメなんだ、うん、このシーズンのね、このシーズンじゃない、このシリーズのマリオは P スイッチを持ってけないんだよ。いや、結構ギリだと思うよ、これ。よーし、届いた。 OK。ハタヨクさん、どんな動画上げてるんだろうな、気になるわ。二日酔いになった、飲みすぎや。飲んだ後ちゃんと水飲まないから。ここは落ち着いていきましょう。よいしょ。なんか隠れてるか。お、いや、違う。そこにあったんだ、ゴールが。なるほど。こういう手法があるのか。これは、面白い。斬新だ。確かに。いいね。これはいいねだわ。じゃあもう一コース行きましょうか。この方からもう一つ来てたんだよね。748C。これだ。短くて難しいコースを作るっていうのは結構難しいと思うんですよね。それをやってのけてるんで。だってこれもう初っ端からわっけわかんないもんね。ピンポン入ったよ。ピンポン入った。何？何ピンポン？でも別に、なんもないよね。うわぁ、なんかあった。帰れます的な。入れんのか、これ。そういうわけじゃない。いい！また！こうか！で、いやでもこのブロックが出た時点で、この土管には入れないはずなんだよな。しかもこれ戻れない。でもピンポンは出た。どういうことだろう。え！これでいけるよね。ほら。うっ、クイブくれ。入れた！うわぁ、びっくりしたー。今死んだと思った。よし。これは乗れるよね。そうするとね。あ、でも、行けないですね。ということは上に行けだ。うわ、吐き捨てごめんか？吐き捨てごめんなのか？これは。マッチョマッチョ、危ねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。何スピンジャンプしてんすか、俺。こっからヨッシーのビャーで行ってもいい気もするけど。ほっ。ここで乗り捨てちゃダメでしょ。ふふん。乗れなかった。う
し、間に合う。間に合う。間に合う。ほ、なんかあった。待て、テレサが思った以上に鬱陶しい。高さ的にはまだ、マイル。オッケー。危ねえ。あ、ここならいけるっぽいな。ほ。よし。お、またよしてくれんのか。うわぁ、よしでこれ踏んでくの難しいんだよな。想像以上に持ってかれるんだよね、これ。よいしょ。よし。ん？これは食えないよな。あ、食えた！どんだけ雑食なんすか。雑食にも程があるぞ。おぉ、そんな下でドスンってなるんだな。お、入れるね。ただ、ちっちゃくないと入れないのか。あ、入れた。で、ノコノコが出てくるよ。注意ね。しまった。でも大丈夫。イエーイ。イエーイ。意外と死ぬぞ、俺でも。ほら、ヒヒッ。おー、助かった。あれ、違う。うわ、これ3、え、待って、ゴールできないぞ、これ。ちょっと待て。どういうこっちゃ。とりあえずこれ入る。一番左。にゃーよし入りで入れるやんけ。マジか。これ食べれるでしょ、そしたら。ひひ。ちょいむずどころじゃないんだよな。普通にきついっすよ。あ、あ、間違えた。違う。うわー、そこ入りたいんじゃなかったのに上ボタン押しちまったぜ。あ、よし行っちゃった、よし行っちゃった。しまった。ダメだ。お前行っちゃダメだ。ヨッシーさんが行っちゃダメだ。一回乗り捨てよう。置こう、左に。くっそー。くっそー。想像以上に。自分のミスで前に進めない。よし。でっかいし、ヨッシーとかもう完備じゃん、完全に。完全完備。よし。さらに、ノコノコを持っていくこの強さ。よし。パオ。真ん中。うわあ、ここに隠れてたんだ。なるほどなあ。そうか、ゴールに物を隠すっていうことができるんですね。なるほどね。おー、やったー。クリアできた。お疲れ様でした。これもまた一人目のクリアさになりましたね。やったぜ。はい。じゃあ今回はここまでにいたしましょう。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。